こんにちは、愛坂です。本日はこちら、じゃじゃん、エクストリファイ様からいただいた M4 マウスを紹介したいと思います。はい、それでは中見ていきたいと思います。じゃん、あらら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 、かわいい水色。そう、今回はね、私水色好きなので、水色をお願いしたら水色をくれました。ありがとうございます。そしてじゃん、こちらキーキャップもなんと入ってるんですよね。マウス買ってキーキャップついてくるなんてないですよね。めっちゃ太っ腹、ありがとうございます。そしてこれ GG って書いてますね。でもう一個のじゃん、エクストリファイって入ってます。これも水色、そのマウスに合わせた色が入ってるんですかね、もしかしたら。はい、そしてメインのマウス、じゃじゃん、じゃーん、穴ぼこがやっぱ印象的ですね。しかもめっちゃね、軽い、なんと言っても。はい、まずね、これ中身。そして次、はい、多分これは説明書とかですね。あ、説明書と、あ、これはロゴステッカーですね。あとは、あ、これは後ろの何、ソールっていうのかな、を変えられるシールですね。はい、以上になります。それでは実際に、使っていこうと思います。はい、まずは見た目から紹介していこうと思います。カラーの展開は5種類ありますね。そしてボタンは1、2、3、4、5、6、 6個かな。やっぱここの穴開いてるのが特徴的ですね。この穴は軽量化させるために開いてる穴ですね。だからかやっぱめちゃくちゃ軽いですね。普段すごい重いマウス使ってるので、なおさら軽く感じますね。はい、そして裏にはですね、ここにボタンがあるんですけど、なかなかこのボタンマウスで見ることないと思うんですけど、このボタンは、CPI といって、ここで感度の調整をすることができます。400、これ今オレンジなんですけど、オレンジは1200、そして青は1600、紫は3200と、ここでね、変えることができます。そしてこのマウス自体のこの RGB のカラーも、ソフトを入れることなくマウス上で変えることができます。ここの真ん中のボタンをクリックすることによって、このね、中のエクストリファイっていう書いてあるんですけど、ここも変わります。で、真ん中のボタンを押しながら、右クリックするとカラーを変えることができます。まあ、ここでね、好みの色に設定するわけですね。そして、ここの真ん中のボタンを押しながら次、明るさを変えることができます。上を押すと明るくなって、下を押すと暗くすることができます。そしてこれが今オフの状態ですね。なので、このマウス使いたいけど光らせることはしたくないっていう方はね、消すこともできるのでいいと思います。真ん中のここの素材はですね、ちょっとゴムっぽい、てかゴムかな、引っかかりがある感じなので、すごい回しやすいですね。ちなみに、このマウスはまだ日本未発売で、発売は9月末から10月頃らしいです。私が普段使ってる、ワイヤレスのマウスになっちゃうんですけど、
マウスと重さを、比較してみたいと思います。これも割と軽い方だとは思うんですけど、電池が入っている分ちょっと重さがありますね。はい、あ、こっち持ってみます。やっぱこっちは軽量化に特化してあるマウスなので全然重さが違いますね。ちなみに重さ測ってみたんですけど、こっちが、72g ぐらいで、こっちが 65g なんですけど、このちょっとした違いでもかなりやっぱ軽く感じますね。ホームページに載ってる、予想価格が8000円ぐらいなんですけど、まあでもこれぐらいの機能が入っていて8000円はかなり良心的な価格なのではないでしょうか。なのでよかったら皆さん販売されたら購入してみてください。はい、それでは、ゲームしてちょっとどんな感じなのか試してみようと思います。ではレッツゴー。そもそもでも私がこれ下手だからな。うわー、うれっあーあー、でも軽い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 よ軽いよ軽い軽い軽いよおいしょーい。あー移動できない。あー、こうかこうかこうか。あー、いいね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 。おいしおいし。あーあー、早い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 。はい、いいよ。来てるよ来てるよ。あ、もうこれ来たでしょ。あ、ああああああ、ナイス。じゃあステージ2やります。ああ、これ発射させなくてもいいんだ。あ、でもマウス自体はすごい軽くて操作しやすいですね。よいしょ。問題じゃなくて私の問題これは。もうちょっともうちょ、よし、ほいさ、あ、これは来たんじゃない。はいさ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 ーい。よし、おぶねーということでね、このマウスを使うことによりピンボールが楽しくなります。はい、ということでいかがでしたでしょうか。個人的にはすごい軽いマウスを使うことがあんまりなかったので、そもそも触れる機会がなかったので、すごいこんなに軽いマウスあるんだなってびっくりしました。ということで発売はね、9月末頃から10月あたりになるみたいなので、気になる方はよかったら購入検討してみてください。それでは今回は、エクストリファイさんから出る M4 マウスの紹介でした。それではバイバーイ。めちゃくちゃ映えマウス。どうですか？軽いですか？軽いよね。